こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は、100人マリオチャレンジやってみようと思います。初めてだと思うんですよね。普通の方でいいのかな。とりあえず行ってみましょう。いやー、どこまで行けるかな。まずは、まあ、B チームがさらわれるんだよね。あー、もう連れて行かれてる。行ってみましょう。一番最初のコース、10人マリオはやったことあったけど100人は初めてなんですよね。モーブスレイヤーさんかなのコース。まずい、99になった。よし、そんな感じが。とりあえず止めるね。もったいない。ダメ。あれ難しいぞ。間違ってるよ。またやっちゃった。行っちゃった。ジャンプさせてそこに乗っていきたいのに、なぜ行ってしまうのか。行っちゃった。それ乗っちゃダメなんだね。ジャンプさせるんだ、きっと。多分このジャンプしてる時にだったら分かる。乗ってくれるのかな。乗ってる時みたいな。痛いよ。あ、また行かせちゃった。この今の瞬間、この瞬間に行けばよかった感じがする。よし、あー、短い間のファイヤーだった。いやなんでこっち来たの。あ、立っちゃった。なんでこっち来たの。もう94だ。やばいです。まずいです。あ、でもきっとできるよ。頑張るよ。あ、行ってくれた。うわー、できたけど、94になっちゃった。よかった。はい、1コース目クリア。お、いいね。あ、すごい、ベストタイム5秒5の人がいる。では次のコース挑戦。94人からスタート。フグさんのコース。びっくりした。この走る、切っていく、切り寄せて、わー、怖いよ。あ、そんな怖がってずっと走ってはいけませんか。でも怖いよ。まだ、やだ、おっと、よかった。2回目はちょっと回避できました。はあ、92になったよ。あ、でもクリア、楽しい。
しいけど、びっくりしちゃった。よし、いいね。では、3コース目、92体からスタート。セイさんのコースですね。こういうことですかね。
一発で来れた。おお初めてかもしれない。ありがとうございます。やったー、いいね。ザ・キャッスル・オブ・デスだね。市の城かな。でマットさん、コース行けました。よし、いやー次行ってみましょう。ジョンさんのコースですね。ついた。え、ここセルダ、あれ、おお、これは、あ、ヨッシー、最後ヨッシージャンプ音が、あーマリオになっちゃった。こわーむわーダイブしてしまった。ダイブしちゃった。よし、で1個ずつやっていきたい。クッパでしょ、でルイージ、ヨッシー、音かわいい。さっき見たもんね。でクラシックを上がってピカチュウ、行くよ。よいしょ。ここは？あ、ブロック。ブロック被っていくの？これ？早い。なんかやばい気がする。まずい気がする。この音がお気に入りです。へいへい、でスタートで、おお、あ、待って、あれの下なんだ。そっか、一個ずつスターが隠れてるんだね。ってことは一つずつこう取っていった方がいいんだ。あ、取れた。あれ？なんか普通に倒していったから、このあの斧のとこまで来なくてよかった、もしかして。いや、でも斧通らないと終わらないもんね。え、できた。できた。いやー、すごい。いいね。おお。ということで今回100人マリオが前半戦。遊んでみました。あー楽しかった。後半もね残ってるので頑張って最後までピーチ姫のところのお城まで行けるようにやっていきたいと思います。ということで今回はスーパーマリオメーカー最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!